吉田さん、ケーブルもピンからキリですよね。電気信号を正確に伝える、そしてその距離が長ければ長いほど電気信号って劣化していくんで、さらに強靭な繊細なシールドが必要になってきますよね。私は音楽をやっていた時に、まあ、ギターを弾いてアンプまでシールドを伸ばすわけですけども、最大で10メートルのシールドを使ったことがあるんですよ。シールドっていうのはコードのことですけども、そのシールドもね、私は結構高かったんですけども、米軍仕様のなんとかかんとかっていうそのシールドがあるんですけどもね、それを10メートルの際は買ったんですよ。で、それを10メートルのやつを使うのに、本当にね、安いね、なんか2908円とか3800円とか買っちゃうと、確かに何回かは使えるんですけども、その伸ばしたり、またしまうときに丸めたり、8の字で丸めたりするたんびにどんどん劣化していって、その電気信号がね、放電、漏電していくんでしょうね。でも、その米軍仕様のやつってのは、外に漏れそうなその電波を中にこう反射して打ち返して、ほとんど漏電したような仕組みで伝えるんで、いいギターから発せられた音楽を変えずにいいアンプに伝えることができるらしいんですよ。そういうことでシールドってピンからキリへの価格になっていくんですよね。金額は万を余裕で超えたと思うんで、私的にはね、当時大学生だったんですけども、相当痛い出費でした。でもアンプが20万、ギターが40万、シールドが数千円っていうわけにはいかないじゃないですか。ですんで、シールドにもそれなりの価格をつけて、でも音楽本気でやるとなるとかなり金がかかるなと。じゃあ CD をどん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 売っていかないと持たないなと思いますし、 CD をどん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 売っていこうとすると、いい曲をね、いっぱい書かないといけないから、それこそアルバムを10曲入りで出すとしたら、100曲とか200曲を書いて洗練されて10曲にまとめていく、削ぎ落としていく作業をしなければ、ボツをたくさん生むぐらい作業をしなければ、活動費すら賄えないんだなっていうふうに考えるようになったんですよ。で、それからデジタル技術の発展によって、音楽のほとんど劣化をしないコピーっていうのがどんどんできてしまいましたよね。当時はレコードだったんで、レコードをテープに落とすと、まあ、音質は悪くなるわけですよね、どうやっても。まあ、だからミュージシャンのその付加価値っていうのは担保されたところがあると思いますけども、現在は CD になった瞬間にほとんど同じ画質でコピーできちゃいますんでね、うん、あとはあれでしょ、 MP4 とかに落としちゃうと、デジタル音源まさにそのものそれが拡散しちゃうんで、まあ、原本を買う価値っていうのは本当なんかね、自分は買ったぞ、金を払ったぞ、一番のファンだぞみたいなところにしかなくなっちゃって、うん、その一番のそのコアじゃないね、いわゆる一般のファンを、一般のファンを掴んでも、そっから課金がしにくくなったのかなと思うんですよ。以前は濃いファンも一般のファンも同じものを買うしかなかったんですけども、そういった形でね、コアなファンっていうのはいくらの価格をつけても、それこそ一晩10万円とかのディナーショーでも行くんですけども、なんかね、今は本当に普通の人から稼ぎにくくなったなっていうところがミュージシャンの闇じゃないかなと思うんですよ。まあ、シールドにはいろいろ種類がありますよって話だったんですけどね、まさに吉谷さんもそこまで来てるかっていうところで、私はもうねこのままでいくと思いますけども。で、その代わり私はね、クレジットカード、JCB のプラチナカードを使ってる私としては、もうすぐねブラックになろうとする私としては、こういう風な雑誌が届きます、毎月。これには何が書いてるかっていうと、プラチナカードを使っている人の年収とか資産状況に合わせたセールスの本なんですよね。すべてのページを開けたらもう金額が書いてあるんですよ、すべて。で、普通の雑誌みたいに、ほら、旅のなんかね、ご案内みたいな感じでありますけども、これをクレジットカードを使って予約できますよっていうふうな落としどころになってるわけなんですよ。で、バルクって言って、だいたい10万単位でのセールスかな。まあ、単価が安くても結局こういう旅に行く人って1人旅じゃなくって2人3人で行くんで、そろそろ金額になってきますね。ワインのセットとかも販売されていて、私たまに買うんですけども、私は飲まないんですけどもね、プレゼントのために。わあ、すごいですね。まあ、こういった年末に向けてのセールスも出てきてますね。でもね、いいものばっかりです、本当に。付加価値しっかり高めたやつですね。だからね、私もカタログ通販を主にしてるんですけども、こういったクレジットカード会社関連のオリジナル商品とか、限定でこの、例えば JCB のクレジットカードプレミアムを契約してる人にしか知らされないような情報とかとね、リンクしてるかなと。
後ろには時計の広告まで出てますよ。わあすごいな。ここに広告を出す会社もまあまあ人柄のもんでしょうね、うん、という感じでね、世の中にはいろんな階層レイヤーがあって、自分がどの階層の人と関わってるのかってことがおのずと決まってくると。私もね、あの格安飲食店のチラシはもう来なくなりましたし、お財布の中にその30円引きとか50円引きのクーポンは入らなくなりましたね。本当になんかね、あの2000円バックとかね、5000円バックとか、その何ですかね、サービス券の金額も大きくなってきました。つまり消費金額もでかいってことなんですよ。まあ、平均的に見てどの階層で例えば食事をするにしても、だいたい 5% から最大で 20% バックのクーポンってことなんじゃないですかね。ですので数十円数百円のバックってことは、あのまあ目標とする単価っていうのがだいたい2000円とか3000円で決まってくるし、まあ、5000円バックってことはね、やっぱり一発で、10万みたいな飲食店とか、5万円とか飲食店みたいなね、一番多いのが5万円ですね。5万円に対して、5000円値引きしますよみたいな感じなんで、1割引きみたいなクーポンなんですよ。でも5000円引かれるとなると、私結構引かれてるなって、すごいサービスいいなって思っちゃうんですよね。全体のね1割なんで、払う金額がでかいんですけど、どっちにしてもね、まあいろんなね段階があるなと思っているところでございますね。吉田さんもだから高品質のケーブルを買おうからどうかなって悩んでるってことは、ステージがそこまで上がったとも言えるし、いわゆるね、いろんな人をカモにしようと思ってビジネス仕掛けてくる人のそこのレベルに行ってるってことなんですよね。やっぱ10万20万の商品を売って仕掛ける人と、5000円1万円のところと、やっぱり、ね、100万200万単位みたいなね、いろんなそのマーケットに、必ずそこに消費を喚起するようなねマーケットが存在するってことですよね。なんか朝食一発3000万っていうのを食べてる人もいるみたいですね。朝食で3000万ですよ、なんだこれはみたいな感じですよね。はい、じゃあ今日は以上です。